いらっしゃい、うわーいらっしゃい、うわーいらっしゃい、うわーいらっしゃい、ベイビーチャンネル始まるよ。スタート。パッカーンアンです。パッカーンノノです。イエーイ。初めまして。初めまして。なんか普通にプライベートで会ったことが2回ほどあるんですけども、初めてこんなことになってることでお願いします。今日はノエノンちゃんになりたいと思います。私なんかなって思える。全然もう、いや本当にもうね。今日はメイクをしてもらって、はい、服もノエノンちゃんとお揃いのやつに着替えて、はい、そうです、2人のコーデイエーイって感じでしたと思います。今日ちょっとこの撮影の前に宣材写真の撮影があって粉吹いてるんですけど、それを落としてのえのんちゃんにメイクしてもらいたいと思います。お願いします。じゃあ落とします。あ、いいですか。ありがとうございます。いくつですか。今中2です。中2年生か。私もちゃんと本格的にメイクするようになったのは中学2年生くらいからなんで。なんか赤い、さっきなんじゃもんじゃゲーム盛り上がっちゃった。そうそうそう、熱がね顔に伝わってきちゃって。ダメお願いします。それが、はい、なんか下地とファンデーションにしますよ。あ、そうなんですか。すごい。それはなんか鼻の毛穴を隠すやつ。すごい、めっちゃいい。今期間限定で出てるやつで、エティセの。へえ、おすすめです。おすすめです。こちら見えますか。そう、見えますかね。鏡番です。お肌プリプリですね。ほんとツルンツルン。で今過去一荒れてて、全然おでこが飛沫テストのストレス。どういう顔してればいいんだろう。あ、全然ニコニコしてます。YouTuber さんなで見たりする。花尾さんとか、そのななこちゃんとか、なになちゃんはフィッシャルさんとか、はじめはちょうさんとか見た。一番好きですか。私やっぱゴンチャが好きです。やっぱりナタデココとカーデ。ナタデココ入れたことない。あ、めっちゃ美味しいですよね。何味が好きですか、ゴンチャは。ウーロンミルクティーにミルクフォームを入れるのが、飲みすぎてね、顔パンパンになってる。期末テストの時に深夜にコーンフレーク、コーンフレークは大丈夫だよ。カルシウム入ってる。あ、そっかそっか、そうだよね。カルシウム好き。ムラになってる部分は、あ、大丈夫、いいと思います。いいですか、いい感じですか。もうのえのんちゃんのスペースで。これコンシーラーめっちゃいいですよね。これ見ますか、見えよ。クマがすごくて、今まさか寝不足みたいな。めっちゃいい匂いするね、なんかこれ。あ、そうだ、韓国行ってたよね。はい、行きました。そうです、楽しかったですか。楽しかったです。私結構目元メイクを重視にやっていましてですね、目元やっていきましょうか。なんか最近のようなのが使ってるのはこの、これ何色ですか。茶色ですね、これ茶色の黄色。あ、同じの持ってる。あ、じゃあこれちょっとつけてみますね。じゃあ目をつぶっていただいて。あ、綺麗な瞳で。奥舞台なので。あ、もう全然、うちの妹なんてアイシャドウ塗ったら全部隠れてます本当。お、綺麗綺麗、おしゃれ。はい。お、すごい。ちょっと中国風メイク感が出るね、こういうのつけると。え、めっちゃ可愛い。いい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 よ。スルスルになっちゃって、削れちゃってるやつ。息止めそう。あ、すごい。すごいね。あ、目元がね、かわいい。あ、プティンいけますよ、これ。ちょっとビューラー怖いね。あ、はい。ちょっとビューラー下手で。私もビューラー下手じゃないんですけど。あれは見てます。恋してとか。あ、見てないです。あ、ですよね。私は見てないです。そう。おー、上がってます。上がってます。めっちゃ上がってます。上手。これうちこれオレンジ使ってます。これ。あ、それ汚いやつ持ってきちゃった。これが多分同じメーカーのやつ。そう、このデジャビュー。そう、あ、そうなんだ。デジャビューって言うんだ。あの
息がかかりそうで、ね、私もすごいですよ鼻息私はですね、本当に元で一番凝っているところがありまして、涙袋なんですけれども、これキャンメイクの、これ今日差し上げますよ、もう、はい、使ってください。ぜひよければ、ゼロ2番です。涼しいつけましょう。唇も苦手なのセルフでお願いします。どのぐらい塗ればいいんだろう。結構濃いめで、チェックイン。双子ですかね。双子ですね。完成でございます。イエーイ。もしよろしければ髪の毛下ろしたりしてみませんか。一緒に今日も美容師さんがやってくれます。用意していただきましたので、はい、着替えたいと。ザラで買ってまいりました。ありがとうございます。イエーイ。せーの、バンバン。ということで着替えちゃいました。イエーイ。すっごい似合ってる。すごい楽。そう、もう1枚だけだから。そう、1枚だけだから、めちゃめちゃ楽なの。写真撮ってます。いいじゃん、いいじゃん。完璧に双子ポーズっていうのは初めて。やったー。めっちゃいい。カシャーンって。朝やね、ちょっとなっちゃと思ってた。何分待たせてる。足むくむ。動きやすい。そう、動きやすいじゃん。ワンピース最高なの、本当に。ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。